こう YouTuber。え、肉まん食べたいなら肉まん買ってあげる。本当？嬉しい。ハトさん肉まん大好き？ハトさん肉まん大好きだから、うん、早く食べないと食べられちゃうよ。まあゆっくり食べてもハトさんは何か探してるから大丈夫。見て、俺の食べ方見て。いつもそれ見てお待ち。うまい。この肉まんはうまい。それ天国さん言いますよ。うまいね、うん、すいません、撮りまーす。ロングライダー せっかく稼いだ金もてとんずら仮面はキリなし、門なし宿なしなしつけた女数限りなし、だけどまあそれでまあよく続くよ底辺 YouTuber。 昔は一本筋の通ったいい男だったのに、よく考え直せよ、借金代を変わるなら今だ。そのきっかけにまず貸した金返せよ、借りた金返せよ、おう、借りた金貸した金じゃないでしょう。画面の前の皆様、おはこんばんちはなら、借金大王の狂人新荒北仮面パイセンだぜ。ふう、イエス。そんなわけで今回は約1年前ね、お正月にね、ルイガの姫、江戸川サイクリングロードのインフルエンサー、まあ、ルイガの姫にこの肉まんとねコーヒーをおごってもらったこの新荒北仮面だが、しかし本当におごられてばっかでいいのかってことなんで、大物 YouTuber としてありえない、そんな気持ちから、お金返しますよってねあの日言ったのに、俺1年間返すことができていない、借金だよって話、マーベリックだよね。まあ、去年ね、何度か、まあ、ルイガの姫とパパレモンさんファミリーに、まあ、エンカウントするために何度か江戸祭、ライド挑戦したんだけど、まあ、お互い時間が合わずにエンカウントすることできなく、この500円返すことができなかった、今日はルイガの姫を探してこの江戸川サイクリングロード駆け抜けたいと思うんで、よろしくマーベリック。そんだけでまず、このルイガの姫とのエンカウント率が最も高いであろうここ柴又公園やってきました。さあ今日はルイガの姫いるかな。祝日月曜日、学校もお休み、ご両親がねお休みだったらワンチャン会えるけど、いるかな。チャリンコはいっぱいいるからワンチャン会えると思うんだけどな。さあいるかな。あれ知ってる人がいる。おはようございます。荷物はいつも YouTuber なんで多いよ。ここでまさかよもやよもや破壊神りっちゃんご一行とエンカウント、波乱の幕開けなんじゃないって話。マーヴェリックでね、ルイガの姫探す前に俺ぶっ倒れちゃうかもって話。マーヴェリックでね。このジャージ何？パンダーニ？レディースなんだ、形が。だから腰のところくびれてるのか。腰のところくびれてる。あ、そうね。見事この新荒北仮面の術中にはまった破壊神りっちゃん、油断してるうちにぶち抜いちゃうしかないんじゃないって話。マーヴェリックだよね。うぷす、うぷす、さっき褒めたのに、油断させたと思ったのに突然加速されちゃったんだけど、で全然追いつけない、全然追いつけない。ヤーベリックって話、マーベリックだよね。あれ、これマジでルイガの姫会う前に倒れちゃうんじゃない。
オーマイガー、早っ。あれ、なんかこっち見てる、こっち見てんな。なんか俺に興味ありそうかな。インフルエンサー荒北画面に興味ある？ちょっと話しかけてみようか。誰だこいつ、生意気な。あれ加藤か、誰か分かんなかったよ。あー、三里ですれ違った。あ、そっか、どこに行きったやつかと思った今。いやいや、やばい、モサが2人も揃った、つうことはあいつらにアタックをかけられる前に俺が不意打ちアタック仕掛けるしか生き残る術はナイジェリアって話、マーヴェリックでね。不意打ちアタックでモサを返り討ちって話、マーヴェリックでね。リアサイドについているエンブレムは腐敗神話のあれだ、俺の、あー、あれ、エスワークス、ベルベスバイク、オープス、やべ、俺簡単にちぎられちゃった、ヤーベリックって話、マーベリックだよね。やっと追いついた、やっと追いついた、はあ、そろそろご飯にしない？もうハンガーノック寸前よ。お、なんかシャレオツな場所、エンプレイスオリーブ、なんだろう、こうここなんすか。え、ここでご飯休憩？あ、すげえすげえ、キッチンカーがある。いや、思考の領域でね。あ、今日はここでポタリングするんだ、よかった。ガチ勢に、ガチ勢にしばかれて俺ハンガーノック寸前だったんじゃないって話、マーヴェリックでね。いや、お、そしてバイシクルラックがあるんじゃない、思考の領域って話、マーヴェリックだよね。なんかここエンプレイスオリーブ、今日は2周年の、お祝いっていうことでなんかねイベントが開催されてるって話、マーヴェリックだよね。まあいろんなキッチンカーある。あれ、目の前から二色高面が俺にジンジャーエール持ってきてくれた、ヤーベリックって話、マーヴェリックだよね。すげえすげえ賑わってる。カズホ、カズホどこ行った、カズホどこ行った、俺カズホがいないと、カズホがいないと陰キャ炸裂してこんなところあのあたふたしちゃうって話、マーヴェリックでね。カズホ中にいる、中にいるの、え、カズホどこ、カズホか、いた、カズホいた、助かった、陰キャ炸裂でちょっとドギマギしてたって話、マーヴェリックでね。あれ、カズホ豚汁持って先行っちゃうの、僕も豚汁お願いします。待って待って、YouTube やってるんですけど撮っちゃってもいいですか。あれ、めっちゃ可愛い子がいる、あ、俺か、俺じゃん、サイクルスカートして履いてくからサイクル女子かと思っちゃった、びっくり、えぐ。あ、すげえ、なんかオリーブオイルとか売ってるんだね。あー、なんかカフェ兼雑貨店みたいな感じですね。あ、すげえ、なかなかやるじゃない、早くと、あ、俺可愛い、めちゃくちゃスタイル抜群なんじゃないって話、マーヴェリックだよね。豚汁きた、まさかあなたは女神ですか。豚汁とおしんこゲットだぜって話、マーヴェリックだよね。あ、ライブ、女子ギタリスト至高の領域、イケボなんじゃないって話、マーヴェリックだよね。さあみんなどこ、あ、チャムさんがいて、お、オプス、ごめんなさい、申し訳ない、通ります。お、バリスタがおるやん、後でちょっとバリスタのコーヒーも飲んでみるしかナイジェリアって話。あ、そして目の前にはジャークチキンのキッチンカー、後で食べよう。まあ、後ろのちょっとねカレー屋も、カレー屋さんもね気になるんだけどね。あ、カズホいた。さあルイガロ姫会う前にね、まずは腹ごしらえ、腹ごしらえしないとルイガロ姫に会うパワー生まれないって話、マーヴェリックだよね。はい、マリちゃん、江戸祭で高級機材で生きてんの、そうださい、エンジョイ勢こそ至高の領域って話、マーヴェリックだよね。真ん中の人苦笑いじゃないよ、大丈夫大丈夫いや、怖え、怖えの、改めてえぐいんじゃない、そんだけで今日はね、こちらエンブレスエンブレスオリーブエンブレスオリーブやってきました、ね、
江戸祭のインフルエンサーってやつがね、なんかヤーマン似てきた仮面っていうやつがいるらしいんで、とつりに来ました。それは俺だ、ね、俺は元祖江戸祭のインフルエンサーなのに、なんか横取りしたヤバいやつがいるっていうことで、ちょっとね説教してやろうと思ってきたんで、よろしくマーベリック。ポッポッ。そして江戸祭のインフルエンサーことヤーマン似てきた仮面おすすめのキッチンカー、ジャークチキンとうとう食べに来ることができたんじゃないって話、マーベリックだよね。そんだけで夢のジャークチキンをいただき、さらにエンブレイスオリーブ2周年記念のサービス豚汁を食べて、バリスタのコーヒーでエナジーチャージ完了って話、マーベリックだよね。そんなこんなしている間に、ルイガの姫がなんと葛西臨海公園から柴又公園を目指してサイクリングしているらしいので、ね、この新荒北仮面も江戸川を南下して500円返すため、ルイガの姫の元へ大急ぎで向かうしかナイジェリアって話、マーベリックだよね。言い訳し、タイヤがグラベルキングやねグラベルキングじゃガチで追いかけるの大変って話、マーベリックだよね。でも三里の風広場通り越して柴又公園まであとちょっと一踏ん張りなんじゃないって話、マーベリックだよね。ああ、夕暮れ前に、島田公園到着できた。ルイガの姫、あ、いた、姫いた。姫来たよ、500円返しに来たって話、マーヴェリックだよね。ラン、ランラランランラン。ちょっと準備が、準備をしてください。カメラ。まさかの準備をしてください。赤いと同じ色だから、カメラ。よかったね、嬉しい。よいしょ。いや暗くなっちゃった。ちょっと待ってください。今日ね、肉まんありがとう。あ、ヤーマン。何で500円。1年7日ぶりぐらいに500円返します。ありがとう。僕もありがとうね。大人になったら俺とデートしてね。お父さんとお母さんにちょっと許可取んなくちゃいけない。よろしくマーベリー。あ、ちょっと自転車紹介いいかな。これはルイガノの。AL6061 違うな、レン20ダブルレバーかっこいい、ダブルレバー。あ、500円ね。 あと鍵はさ、あのこちょこちょさんに持っててもらいたいの、こちょこちょ。あ、すごい、これピカチュウのアヒル隊長、うん、すごい。で、猫耳サイコン、これ何、ブライトン、何のサイコン、猫サイコンね。ピカチュウ、俺はアイアンマン。そんなわけで今回は1年7日ぶりにルイガの姫に借りた500円、見事返すことができたんじゃないって話、マーベリックだよね。これで借金大王の汚名もようやく返上。そして今日はたくさんのエンカウント、ディモールトグラッツェ。それじゃあ次回の動画でまた会おう。あり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 、アリーベデルチ、さよならだ。フー、イエス。